セネガル・ガンビア・セネガンビアは西アフリカのセネガルとガンビアからなる地域である。両国は民族的には違わないが、フランスとイギリスの植民地争いにより現在の国境が定まった。セネガンビア国家連合は西アフリカにかつて存在した国家連合である。1981年7月30日、ガンビアで発生したクーデターにセネガルが軍を派遣して鎮圧。 その後、セネガルとガンビアの間で連合に合意し、翌1982年2月1日に、セネガンビア国家連合が発足した。議会、軍事、経済に関して統合を行ったが、主権については、それぞれの国で維持したままであった。その後、主権のほか、言語をめぐる問題で両国の関係が悪化し、1989年9月30日、連合を解消した。 16世紀にフランスとイギリスはこの地域に貿易拠点を築き始めた。フランスはセネガル川流域とベルデ岬にイギリスはガンビア川流域にそれぞれ中心を置いた。この地域は伸びいく両国にとって重要性を増していった。なぜなら西アフリカはヨーロッパとアメリカ大陸の植民地を結ぶ有用な中継基地であり。 奴隷貿易の倉庫ともなったからである。植民地主義が利益を上げていくに従って、両国はその影響力の範囲確定を重要視していった。1500年から1758年に、両国は海軍力により相手方の駆逐にかかった。1758年に、イギリスはセネガルガー流域の主なフランス貿易拠点を占領し、ここに初めてセネガンビアが イギリス植民地として成立した。この地域統合は1779年にフランスが三類を取り戻しガンビアにおけるイギリス居留地を焼け払ったことで崩壊し1783年の統合解消につながった。1783年のベルサイユ条約によりこの地における現在のフランス語県、英語県が形成された。三類 これ島及びセネガル川流域はフランスに戻され、ガンビアはイギリスに残された。1860年代から1870年代にかけて両国はフランスの持つ別の西アフリカ領土とガンビアを交換することで地域統合する検討を行ったものの、これが実現することはなかった。競合するフランス、イギリスの植民地間には正式な国境線が確定することはなく、 これは1889年にフランスが現状の国境線を受け入れ国境貿易省を撤去するまで続いた。この経緯はその後のセネガル及びガンビアに加根を残すこととなった。いかにして文化を共有する一つの地域において一方が他方に割り込むような国境線を持つ二つの独立国として維持するかという問題である。ありがとうございます。